松木さん、3戦目まで2敗したチームがワールドカップに出たことがないとか、3連勝したチームは確実に 100% ワールドカップに出場しているとか、まあ、様々なジンクスありますけれども、そんな誰が言ったの、僕らもパーセンテージとして出てることはありますが、いいよそんなの、日本はこれまでそういったことを覆してきました。いやみたいな、今日のゲームやもん、はい、日本はね強いよ。